元気が一番あお腹鳴ったあ <laughs> お腹鳴った <laughs> 翼おじいさんタコありがとうお疲ありがとう来てくれてありがとううちは持ってね T シャツ着て <laughs> 今日はサイドポニーしてたんですけど 届いてきた。カバーありがとう。データいこう。今ね、てかね、これ朝届いたんです。朝っていうか、昼、出る。家出る、一時間前に届いて。で、移行し。して、まやっとアイフォンが付くっていう段階になったんですけど。あのね、ラインとかが使えなくて、まだ。 でインスタはなんかできたのインスタはダウンロードが早くてパスワードとかも分かってたからできたんだけどツイッターも移行できなくてで今まだねメールのやつもできないんですよメールも送れなくてでも多分 w i f i の下にいたら送れるのねで多分1通送ったと思うんだけど そうだから今日全然遅れてないし SNS もねめっちゃね告知がギリギリになっちゃってあとねメンバーと全然写真撮ってない今日誰一人として古ミ <laughs> さんの携帯で3人の地名の写真を撮ったぐらいであとはもう自撮りを急いで撮ってって感じですねうん かっこいいでもブラック私は黒が好きだからブラックにしたおなじゅうさんタコありがとう嬉しい昨日も来てくれてありがとう柚かちゃんにしかスーパーボールあげなかったあ優秀従順だね <laughs> でもスーパーボーパボルみんな結構くれるよねこれさちょっとなんかうぼれたこと言っていいですか本気でめっちゃこう思ってるとかじゃないんですけどなんか目がキュルキュルしてると思うの自分で言うのもあれなんだけどそれがいいか悪いか置いといて <laughs> でもなんか <laughs> 目でものを訴えるの得意なんですよ <laughs>。 だから結構なんか見つめたらくれるかなと思ってそういう手法を使っちゃった <laughs> <laughs> そうなんかあると目で訴えかける <laughs> それだけは良かった <laughs> 目力であの圧を与えます <laughs> ちょうだい で,もできたらこう下に入って上上から目線じゃないあのなんて言うんだっけこう上目遣い <laughs> 上目遣いだからねまつ毛もめっちゃ上げた上げたっていうかマスカラめっちゃ塗った今日キュルキュルでしょうち目でかくてキモいなって思う時あるけど自分で <laughs>。 まあ大体青鬼って言われてるぐらいだしねなんかアンチの人に岩井松さんかわいいありがとう嬉しい <laughs> 目が合うとドキッとするでもなんか多分目がその出てる デメなんですよその私小学校の頃デメ金って言われたことがあるぐらい目が出てるからなか逆に人に圧を与えちゃうんじゃないかなと思っていやメンバーと喋る時とか先輩と喋る時とかなんかちょっと <laughs> 自分の目の圧が心配になっちゃうからちょっとだけ狭めるんだよね。 ちょっとこれが標準なんですけどこんぐらいでしゃるそうあとしゃってなくてそう向こうがしゃべるターンでこう相手の目を見る時もなんか圧がありすぎてなんか喋りたくないなーとかって思われるのも嫌なんでちょっとうーんえそうですよね。確かに確かかににって感じにする。 ハートありがとう結婚して今度ね焼き芋もありがとう嬉しいどこまで読んだっけあんなもんかジロ郎さんハートありがとう嬉しい <laughs> そうだからさコロナ禍はマスクしててさこっちが見えない分目の印象が強いじゃないですかだから逆に助かってた部分はある目で訴えかけるいろいろ <laughs> 喜怒哀楽を <laughs>。 難しいよねでも怒ってる目って難くないなんか睨むとかしかないまあ睨むことなんてないけどさ莉子さんハートがあ間違えた焼き芋ありがとうたくさんすごいすぐ見つけてくれたし見つけた <laughs> てかさあのさ MC 席いる時ちょっと眠かったのね <laughs> 正直眠くてもうほんとに 家でテレビを見るかのような感覚で今日は見ててなんかリラックスしすぎちゃって,ってかずっとリラックスしすぎちゃってた前回は緊張したんですよちゃんと1回目っていうのもあってやり方わかんないなとかちゃんとできるかなっていう不安があったんですけど「あ今日練習行って」ってかなんか自主的に「練習できますけどどうですか?」って言われたからみんなより早く入って練習してたんですよ。 でもあのざまですけどえでもめっちゃやばいわけじゃないよね <laughs> なんか、うん、無難だなぐらいのそうまあ何も結果残せず申し訳ない本当に地名のみんなごめんなさいかわいいありがとうえー、僕にできることはタコありがとう嬉しい テレビ見てる気持ちだったずっと <laughs> 普通になんか「えー?」とか思ってたらなんかファンの人と目合うわけ知名席見たらさ結構見てくれてるのよこっちのその MC 席の方もだからなんか目合って <laughs> ちょっと気まずーみたいなそうでも見ててくれて嬉しいずっと私のこと目で追ってくれてるんだなって思って かるちゃんと見てるうん思った <laughs> そうだから目あったらなんかハートしたりとかそう焦ってハートする大 <laughs> ちゃんありがとうありがとうえってかさ私さうちわがねすぐに目に入ってきたのあのくまさんのえっ天才って思ったし何かさ私さなんか Twitter とかにファンの人が「 ううちちせてくれたりすると自分のね手作りうちわとか保存するんですよめっちゃ素敵なうちわ作ってくれてありがとうってなんか親にも見せたいしなんか <laughs> そうすごいよってでそのなんか歴代うちわとかの写真がたまたまさこう携帯変えたら出てきてさめっちゃすごいと思って新作もめっちゃ可愛かった「くまさんうちわありがとう」 ここちらこそありがとうだよ8月にずのこと知ったけどしっかりよし始めてる本当にあすっかりだった <laughs> 本当に嬉しいありがとう8月から89102か月ぐらい嬉しい飽きられないように頑張っちゃおう 明日はね、公演なんです頑張ろうちょっと久しぶりいつぶりか覚えてないんだよねでも覚えてないからちょっと練習をこのあとする「女神はどこで微笑むたしかにいるはずだよ愛の成り行きを」 その場所から見ているはずさありがとうねずみ嬉しいハートありがとうございますちゃけいるそうちゃけちゃけさなんかさインスタのストーリーあげるとなんか「お疲れ様とか。 振ってくれるんだよね毎回今日も「ハードありがとうございました」ってやつインスタのストーリーにあげたらチャケが「お疲れ」って優しいあ返信来てたかっこよくないってかマジでブラックって最高だよねでもちょっと迷ったのパープルが新色だから迷ったけどうん でめってめちゃ考えて黒にした無難な方を選んだパープルもねなんかちょっと癖の強い暗めのパープルなんちゃらパープルっていう名前でそうだからね黒にしちゃった。 お腹空いためっちゃお腹空すいたでも私昨日からダイエット始めるって言ったっけで昨日めっちゃ食べちゃったんですね昨日まあ普通に夜は食べてなくて何時だっけ夕方5時ぐらいまでに 親と出かけて結構ケーキとかまあ丼とか食べちゃってやばって思ってジム行って1時間走ってで今日は <laughs> めっちゃ片言今日は朝昼兼用であそうシャケ焼こうと思ったんだけど携帯届いちゃったから。 あのそっちに追われて焼けなかったのあでもチーズケーキは作った簡易的なねもう私自分で食べるようだったら別に見た目なんてどうでもいいって思うからこんなこういうチーズケーキを作りました砂糖を少なめでオーブンで焼いて前電子レンジでやったらただの卵焼きが出来上がったの なんかチーズ味を感じる卵焼きが出来上がっちゃって電子レンジでチーズケーキはできないんだって学んでからちゃんとオーブンを使うようになりました今ありがとうえー、っと待って待って待ってお疲れありがとうまさとありがとうありがとうずっと見てたでしょ <laughs> 何回目会ったことか着実にファンをやってる嬉しい本当にていうかなんかさ私のファンの人ってさ なんか現場って感じする現場好きだよねみんなそうか <laughs> 結構現場にはいるんだけどなんか SNS とかであんまり存在感を感じなくて <laughs> どんぶりの話好きすぎるそうサラダ頼んだらどんぶり届いた話ね <laughs> カロリー10倍ぐらい違うんだけどしゅんちさんお疲れありがとうたくさんてか大丈夫なんか。 怪我してそうだったから心配だったボールもありがとう猿ありがとうネズミもありがとう久しぶりに来れました久しぶりにありがとうございますねお腹すいたであと話の途中でした今日チーズケーキ作ってであとサラダ食べたの朝 で行ってからお弁当がもうあったからいろんなお弁当があって私はチーズオムレツが食べたかったんだけどもうなんかなくなっちゃってたから魚のお弁当を食べまして珍しい焼き魚のお弁当があってそれ全然人気なかったから焼き魚選んで半分ぐらい魚全部とご飯半分食べてそれが3時過ぎとかだったから普通にお腹空すいてきちゃって8時ぐらい。 8時ってまだ波動やってたんだけどなんか途中からマジお腹すいたって思って時計しか見てなくて <laughs> そうでも戦いがすごいから本当に戦いもえっってもう本当テレビの前にいるかのように見ちゃってたんですけどそうですね ありがとうネズミ嬉しい i k b のねそうお弁当オムレツとかオムライスめっちゃ多いかもしかもオムレツとオムレツにも種類がんあってなんかチーズとかトマトとか野菜とかそういうのめっちゃ多い今日はめっちゃ豊富でした種類が6種類ぐらいあった気がする ちゃんと見てないけどあ写真も撮ってないわでまあそれを食べまして帰り際に駅にあるニューデイズによってナッツを買ってナッツを食べながら帰ってきましたで何か食べようかなって思ったけど明日公園なので食べない食べないことを選びます ファイトありがとう。29、30のお話し無理そうごめんね。えぇ、ー、お仕事ですか水のうちわ作って武道館行きました。えぇ、ー、嬉しいありがとう初見の方。マジ嬉しすぎる。ハートもありがとうたくさん。嬉しいよ。 シロニャンコさんタコありがとう嬉しいジロさんもハート1 0個ありがとう <laughs> 配信で応援してくれた人も本当にありがとねすごいあのみんなのバロメーターが 力になっっためっちゃすごいねあれめっちゃ重要なんですよだからこれからも来週も AA A っていうか戦い普通にあるんでチーム A の応援をよろししくお願いしますみんな毎週見て波動私来週は出ないけど来週は出ないっていうか今後多分出ないけどもうね2回目終わったんで。 でもコーチとか監督っていうその A は千織さんとミンオさんなんですけどは何回か出るみたいですえー、でもさ普通に画質よくないですか新しい iPhone 画質が素晴らしくてしかもさ外カメ使ったの久々すぎてもう本当に嬉しすぎて泣いちゃう <laughs> 本当に嬉しい だってさ今までさ外カメとかさこの今配信で使ってるやつはさカメラ起動させただけでさカメラが振動しだしてさ本当に写真を撮れないとかそういう問題じゃなかったの <laughs> やばすぎて <laughs> めっちゃ綺麗じゃないここレインボーブリッジが一望できるんです 綺麗でも画質の綺麗さはあんま伝わってないかも配信通してだとじゃあはい昨日食べたポキ丼あポキポキサラダ頼んだらこれサラダ要素なくないですかトマトとキュウリがさまだサラダだけど下全部ご飯ですよこれがこれでもサラダなんだって確認したの。 ポキサラダ頼んでこれが来たからこれポキ丼ポキサラダで合ってますかって聞いたらあ合ってますってびっくりしちゃったパンボランシャングリラシャングリラ東京美味しかった大丸の近くかなそう家族で大丸行ったからついでに ついでっていうか。なんか、軽食が食べたくて。歩き回った。ハートありがとう、ファイトありがとう、頑張っ。ドクターたけさんもタコ。ありがとうございます。嬉しい。 モンブランえでもなんかねあ今日お昼に「昼なんです見てたらエリーちゃんが出ててめっちゃ可愛かった <laughs> しあのけん玉超むずそうだったでねなんかその前かなちょっと忘れたんですけど普通にテレビでモンブラン特集みたいなのやってて美味しそうすぎてこの秋はモンブラン巡ろうかなって勝手に思ってます 昨日の私かわいくないですかいやもっと全身の写真があったはずあった昨日のめっちゃ可愛いんですお気に入りほぼリリー・ブラウンですねさやかちゃんお疲れなくありがとう嬉しい <laughs> 近くにいてくれたから安心できた今日ゆずかったとたくさん麺あったので嬉しかったそれだ私も嬉しかったあかぼちゃケーキありがとうハムちゃん芋か芋かかぼちゃかわからんけど私は最近かぼちゃのかぼちゃのパイを食べました かおりさんとかおりちゃんとなんかさ「さん」じゃなくて「ちゃんで呼んで」って言われるけどいつもなんか慣れなくて「さん」に戻っちゃうんだこれをあちょっとなんか暗すぎて。 これを食べたんですけどこれはねシェアハピしましまたこのねこっちがハロウィン限定のなんかいろいろパイとくるみのブラウニーとかぼちゃプリンかなでもねこの時もう暗かったの外が暗すぎて外で食べたんだけどめっちゃ寒かったのと暗すぎて何食べてるか分かんなかったんだよね結局。 そうでもう一個のの方が紅茶のチーーズケーキ2人ともこれが食べたくてでも両方食べたいってなったから「シェアハピしません?」って言って <laughs> この2つをね一緒に分けていただいたんですけど寒かったでも川の近くであまりにも寒すぎて鳥肌が立ちまくったあそう闇ケーキ香りちゃんも言ってた 闇ケーキだよねって <laughs> ハートありがとうモンブランのピノそれなー食べたすぎて「いいね」押しちゃったもんツイッターででめっちゃ美味しかったけど本当に何食べてるか分かんなかったプリンは食感で分かるんだけどブラウニーとパイと チーズケーキは真っ暗すぎて自分が今何食べてんのか分かんなかったショートケーキも食べたなんか後味が油って感じでした ほ、うんとにやばいでもさこっちの携帯をさ下取りで出したくてさ下取りっていうのかなもうねいらないの絶対使わないので出したいんだけどそれもやり方わかんなくてさ大変。 本当にこういう機械系が苦手です難しいえ、すごいなんかめっちゃ可愛いの作ってくれてるタコありがとうえー、ラブレターもありがとうございますゆずかちゃんネイルする予定はないですね いやまあ、めっちゃ爪汚いんだけどちょっとこれには訳がありまして本当にちょっと言えない訳があるの <laughs> なんかね言えるんだけど言わない <laughs> 全然言える話なんだけどでもなんかねそう あんまみんな興味ないと思うからうんそう爪爪ネイルはネイルしない理由はギターを弾くからですラブレターありがとう読んだか <laughs> ちゃんと初期化してから出してねえやっぱそうだよねその初期化もわかんない 助けて本当にわかんない助けてくださいマジで全然カメラが壊れてなかったら12のままでよかったの私そんなに毎年 iPhone 変えたいとか思わないし思わないから <laughs> よかったんでほんは すごいありがとう。あはしマさんお疲れありがとうございます。わいまつさんサルありがとう嬉しい <laughs> ありがとうございます。じゃあ明日の映画公園も皆さん見てください。あとは、SN、S N S 波動の上げたので。 チェックしてください。ランキング読みます。十三位ハムちゃん、十二ニッシー、十一ハルキーさん、十位春治さん、九位ウニクさん、八位ダイちゃん、七位パッパンさん、六位オナジュンさん、五位ジローさん、三位四番さん久々。 2位サイカちゃん1位僕にできるこつさんありがとうございますじゃあ明日来る方は一緒に楽しんでオンデマで見てくださる方はオンデマの前でペンライト振って楽しんでください <laughs> ということでありがとうございましたおやすみー